当時のイギリスのプロパガンダにおいてナポレオンは身長が低いというものがあった。ナポレオンコンプレックスとは身長が低い男性の心理に対して使われる言葉で心理学的には差別的な社会的ステレオタイプとされる。身長が低い男性は収入に関して嘘をつくといった角に攻撃的で支配的な社会的行動を示すとされ対象者の身体的な欠点や 社会的な欠点を補うための行動であること言われ、その心理状態を表現する言葉である。ナポレオンコンプレックスは、心理学で一般的に認められているものではないが、身長が低い男性に対して、性格や行動と身長の因果関係が証明されて、いなくとも使われる場合がある。身長が低い女性に対して、同じように使われる言葉として、ティン・カーベルコンプレックスがある。 ナポレオンコンプレックスはフランスの初代皇帝であるナポレオンにちなんで名付けられた。ナポレオンと対立していたイギリスの一部ではナポレオンは身長の低さを補うために権力、戦争、征服を求めたという考えを作り上げた。例えばナポレオンの生前と死後に印刷物や芸術品で敵を貶めるプロパガンダキャンペーンを展開した。1803年。 ナポレオンは、イギリスの新聞で短気な子男と嘲笑されている。ある歴史家によると、ナポレオンの身長は、実際には169センチメートルで、資料によっては、当時の成人男性の平均身長よりも2.5センチメートルほど高かったという。また、フランスがメートル法を採用してから28年後に、イギリスの島で、 ナポレオンを測定したため157センチメートルだったと主張する歴史家もいる。ナポレオンは帝国軍と一緒にいることが多く、帝国軍は背の高い男性が多かったため背が低いと思われていたとされる。ナポレオンコンプレックスの別の表現にはナポレオンシンドローム、ショートマンシンドロームなどがある。被験者を集めた実験や 実際の社会における人間の観察等で身長と性格の関係が研究されている。実験では、身長が高い方が攻撃的、身長が低い方が攻撃的の両方の相関関係、実際の社会における人物の観察では身長に、起因する人格への優位な差はないという研究結果が出ている。2007年、セントラルランカシャー大学の研究により、 ナポレオンコンプレックスは続説である可能性が高いことが示唆された。この研究では身長の低い男性は平均的な身長の男性よりも起こる可能性が低いことが分かった。実験では被験者同士が棒を持って決闘し一方の被験者が相手の拳をわざと叩くというものであり心臓モニターを見ると背の高い男性の方が起こりやすく 反撃を行いやすいことが分かった。セントラルランカシャー大学のマイクエスレア講師は、人々が背の低い男性が攻撃的であるのを見ると、身長は分かりやすい属性であるため、彼の性格が彼の身長によるものだと考えられ、安いとコメントした。ウェセックス成長研究という英国で実施されたコミュニティベースの銃弾研究で、 学校入学から成人になるまでの心理的発達を観察した研究がある。この研究では、性別や社会経済的地位による潜在的な影響をコントロールし、慎重に起因すると思われる人格機能や日常生活の側面における優位な差は見られなかったとしている。これには、リスクを取る行動など、ナポレオンコンプレックスに関連する一般的な表現も含まれている。 オランダのフロー人間大学のアブラハム・バンク教授はナポレオンコンプレックスの証拠を発見したと主張した。同大学の研究者は 163cm の男性は 198cm の男性に比べて嫉妬の兆候を示す可能性が50%高いことを発見した。2018年にはアムステルダム・ブリエ大学の進化心理学者マーク・バン・ビュートのチームが 男性にナポレオンコンプレックスがあることを主張した。実験では、身長2メートル前後の被験者グループと170センチメートル前後の被験者グループで配られたコインをどちらの方がより多く相手に渡すかという実験をした結果、2メートル前後のグループの方がより多くコインを相手に渡したため、低身長の人間の方が攻撃的という結論を出した。 彼らの仮説によると人間であれ動物であれ競争的な状況においてオスが体格的に負けていると感じるとナポレオンコンプレックスの心理が駆動するというまた体格的に不利なオスは間接的に攻撃性を示したり連合を築いたりするなど競争条件を平準化するための代替的な行動戦略を取るはずであるというありがとうございます